もしかしてタイマーちゃんと測ってくださる感じですね。そういうわけでもない。<laughs> <laughs> マ,マイクのテストとかちょっとしていただいて。大丈夫そうですかねテストです。はい。音入ってます。じゃあ。 えっとちょっと時間過ぎておりますけれども、えっと D and I をチームごとにするためにできることということで、あきこすぎ原さんに登壇いただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。とすぎ原と申します。本日は D and I をチームごとにするためにできることということで、あの自分の経験をシェアできたらなと思っております。 えと私、今日は自分の経験を割と幅広にお話ししてしまうと思うんですけれども、で皆さんについては、ぜひチームに取り入れられる要素とか、小さな一歩があの、何か少しでも見つかったら嬉しいなというふうに思っております。では、まず自分があの何者なのかというあの自己紹介をさせていただきます。 で私はですね、現在の NPO 法人みんなのコードというえ、プログラミング教育を全国で普及・啓発するという NPO 法人で働いています。でまた、兼任であのアディッシュという会社を含めて、え複数のベンチャー企業のえ非常勤役員をしているというえバックグラウンドになります。えーとまあ、少し私の背景みたいなところもお話しさせていただきますと、えっと、私は大学時代に、 地球科学とかあと月の隕石について研究をしていましてでそこからです、ね、ひょんなところであの大学を留年するという、まあ、自分としては大事件が起きまして、まあ、そこからこれで自分の人生結構一回終わったなと思ってあのインターンを始めてですねでここであの IT ベンチャー企業のガイアックスという会社に出会っています。でここからまあ割と小規模で自分たちのこう手 手の届く範囲で、えー、仕事をするっていうことにこう慣れていまして、まあ、今ではこのベンチャーとかスタートアップとかあと NPO みたいなところで組織を作るというのがあの自分の得意範囲なのかなというふうにしてあのキャリアを描いていてます、はい、で新卒の時はあの営業としてですねゴリゴリ学校を回るという学校営業をしていました。 でいろんなことが起きてです、ね、2014年にあの自分がいた営業部がスピンアウト、子会社としてスピンアウトするということがありまして、アディッシュ株式会社という会社を設立、でこのタイミングで役員に就任しています。で2014年のこのこ会社を設立したタイミングで やっぱりこの組織ってどうやって作るんだろうっていうのを自分の中でテーマにしたいと思って営業から管理部門の方にキャリアチェンジをして、まあ、その後会社設立と管理本部の立ち上げとそれから上場準備をあのしていくということになります。でまあこういった 後ほどもお話しするんですけれども、割と勝利至上主義、今日の午前中の話でいうと、勝利至上主義的にあのキャリアを歩んできて、ですね、まあ、このキャリアの限界とともに、まあ、自分のライフテーマっていうのが、あのやっぱり意思決定層に女性が少ない、まあ、これは自分が役員になったからより気づいたことですけれども、まあ、これが自分のライフテーマなんじゃないかなというふうに思って、現在では、えっと スポンサーシップコミュニティという任意団体の立ち上げたりしています。はいまあ、こんな感じでベンチャー企業の女性役員 とですねまあ、一部男性の CEO にも入っていただきまして、まあ、横のつながりを作って意思決定層の多様化に取り組んでいきたいという活動になってます。でこういった D&I みたいなテーマを会社で真面目に推進しようとすると、まあ、やっぱりすぐに心折れるアジェンダだなとも思っていまして、まあ、そういった心折れないようにするためにも社内とそれから社外のつながりをまあ両方とも作っていくっていうのは非常に大切なことだなというふうに思っております。 こういったバックグラウンドからですね、今日皆さんに何がシェアできるかなって思ったときに、えっと、この3点かなというふうにあの自分なりにまとめてきました。で、今日これからこの3つについてシェアをさせていただきます。はい、まず1つはですね、あの違和感を感じない自分に違和感を持つことができたというのが1つ目になります。で、今日午前中でもあの違和感をシェアしましょうみたいな形でキーワード出ていましたし、 えっと今日は D&I をチームごとにするためにできることというテーマでお話ししてるんですけど、まあ、他ならぬ自分がですね、えっと、D&I が自分ごとではなかったチームごとの前に自分ごとではなかったっていうのがあの自分の経験でしたで先ほども少しお話ししたんですけれども私にとって一番大事なのは、えっと、成果が出るかどうかっていうことだったんですね でメンバーとの関係性よりも、えー、と仕事をとにかくしたいみたいな感じであの20代をひた走っていましたで。成果が出れば割と何でもよくってでかつなんか自分のやり方もなんか何なんでしょうねあのすごく自信がある時代で、まあ、すごい自分が正しいって思っていました。 でさらに私が新卒で入ったガイアックスという会社がフリーフラットオープンっていうカルチャーを作っていたもんですから、まあ、自分もフリーフラットオープンにやれてるって勘違いしていましたですのでこう経営層になった時に、まあ、自分しか女性がいないわけですけれども、まあ、その状況っていうのにあんまり違和感を持たなかったんですね。 でえっ、ー、とやっぱなんで女性が一人しかいないのかっていうのに疑問も持たなかったですし違和感もなかったですし、まあ、素人もしなかったでそれは自分が成果が出てるから経営層になってるってなんか勘違いをしていた部分がありましたでそれからメンバーから相談を受けたことも、えー、と割と成果が出るんだったらそれでいいんじゃないみたいな感じで、まあ、成果が出てるんだったら内容はあのほとんどあの私には あのなんしょ取るに足らない問題のように思えましたのでおそらくメンバーの話っていうのも聞いてるようで全然聞いてないっていうのがあのこのこ頃の自分だったかなというふうに思います。 で2020年ですね、ほんの4年前ですけれども、4年前にようやくこういう自分の振る舞いとか考え方っていうのがおかしいんじゃないかなと、あの違和感を持てるようになりまして、猛、えっと、勉強、D&I に関して猛勉強を始めたというのが2020年のことになります。でここで D&I について、少し言葉合わせをしておきたいなと思います。でこちらのスライドは私なりの,あの解釈になります。 ダイバーシティっていうのは、えっと、数値的に把握可能な、まあ、見える属性の分類で、まあ、いわゆるパーセンテージで分かるものっていうのがあのダイバーシティの定義として、えっと、自分としては解釈しています一方でインクルージョンっていうのはお互いに相手の価値観を認めて刺激し合って、まあ、願わくば新しい価値を生み出していくっていうのがインクルージョンですねで、まあ、文献も書いてますけれども、まあ、この定義が私にとってはしっくりきています でもう一つ、ダイバーシティについて私があの気に入っている定義がありまして、まあ、それがあの表層のダイバーシティと深層のダイバーシティという考え方です。でこの表層のダイバーシティというのは、えっと、外見から識別可能なものでして、例えば性別、年齢、人種、障害、言語、これも目で見えるものを表層のダイバーシティと呼んでいます。 で,すの,での女性役員の比率30%にいってますかっていうのは表層のダイバーシティの,あの指標かなというふうに理解しています。一方で真相のダイバーシティっていうのは外から判断しにくいもので、えっと、パーソナリティとか考え方とかあとは目に見えない障害の有無とか健康状態、政治人それから政治観価値観みたいなものっていうのは真相のダイバーシティになっていて。 でこれはあの外から見えにくいというものがあります。やっぱり会社で DI を、まあ、会社でもそうですし、チームで DI を進めようとなると、まあ、どうしても分かりやすいこの表層のダイバーシティの方に目がいってしまうんですけれども、実はその下の真相のダイバーシティの中にこそ、ダイバーシティがあるんだなっていうのを今では意識できるようになってきました。はい ではですね、ちょっと私の体験談2つ目ということで、じゃあこの女性役員がなんで少ないんだろうっていう、その構造にのおかしさに気づいたというあのエピソードをシェアさせていただきます。えーえー、と冒頭、自己紹介のところで、私はあのアディッシュという会社を作ったタイミングで、営業部から管理部門にあの移動したという話をしました。 この頃は、えっと、一人一人が働き方とかキャリアを自分で作る会社を作りたいというふうに思って、えーまあ、いろんなことに力を入れてきました、まあ、働き方とかあと働きがいを、まあ、男性も女性も持てる会社にしたいという強い思いでですね、まあ、それこそいろんな制度を作ったり、まあ、カルチャーをメンテナンスしたり、まあ、社外に発信したりということをしていました でそういったおかげもあって、まあ、成果としてはいろいろなあのアワードを受賞するということで、まあ、社内外からもあのアディッシュという会社は、まあ、とりわけあの女性も働きがいを持って働くことができるよねとあの認識をしていただくことになったかなというふうに思います。でまた、ダイバーシティ、まあ、これは役員、それから管理職における女性の比率に関してもあの取り組みをいろいろとしてきました。 でトップダウンとボトムアップの動きっていうのを何とかかみ合わせてあの女性が意思決定層に来れるようにできないかっていうのを、まあ、工夫してやってきていますで2014年から2021年ですねここで7年経つんですけども、まあ、7年間あの従業員による委員会を作ってみたり取締役会に挙げてみたりあの、えー、トップダウンとボトムアップで働きかけをしてきましたその結果がこれですね これはあのアディッシュの、えー、それぞれの階層における女性比率を示したものになります。でえっと、アディッシュという会社は全従業員の中で6割があの女性というあの会社ですので従業員の中ではの女性が多いんですね。で正社員でも55%でしかしこうリーダー層になると37%マネジメントだと、まあ、事業本部長みたいなところだと28%。 8で、執行役員は女性の比率が0%ですね。で、取締役と監査役は、えっと、私とあと社外監査役を入れて2名ということで、えっとまあ、こういう比率になっています。で、これは私にとってはすごくショックで、働き方とか働きがいを会社を設立した時から力を入れてやってきたのに、7年間かけて女性の 管理職役員層が一人も後ろに続いていないっていうことを自分で証明してしまったみたいなそういう衝撃的なことでしたでこの時に働き方と働きがいを向上するということと意思決定層の多様化を進めるっていうことはもしかしたら地続きではないのではないかと大きな溝があるんじゃないかっていうことにようやく気づいたというのが7年経ってから気づいたという出来事がありました この時にようやく構造がおかしいし、これはやる気とかそういう問題じゃなくて、構造がおかしいし、あと会社が発している、この上から発している景色もきっとおかしいんだなという、まあ、そういったことにあの強烈に気づかされました。ちなみにあのトップダウンとボトムアップで進めるときにです、ね、もういろんなあの問いを会社、あるいはあの他社の経営層の人からももらってですね、 でこれはの取締役会で女性の役員比率をどうやったら上げられるかというアジェンダを上げる前にいろんな人たちとディスカッションしたときにもらったあの、えー、問いになります。 今のままでも裁量を持って働けてますという女性の声とか、あとは管理職になりたがる女性がいないという男性の声とか、あとは男性管理職を、まあ、女性管理職を増やすということは、男性管理職を減らす基準を設けることですかとあのいう、えー、社外役員の人とかですね、<laughs> もういろんなあの問いをもらって、もう自分なりに持論をあの磨かざるを得ないというあの状況になりました。 これもすごく考えさせられて、ですねこのままではやっぱり会社の重要アジェンダとして、取締役会にはこういうアジェンダっていうの上ってこないなというふうに思ったんですね。つまり、このダイバーシティに取り組むということと、事業が成長する、もうちょっと言うと企業の業績が上がるかっていう、まあ、そういうレベルで会話をしないと、取締役会には上がってこないんだなっていうことに、強烈に気づかされました。 じゃあ、この事業活動と D&I がどうつながっていくのかというのが3つ目の気づきになります。で現在、私は、ね、NPO 法人みんなのコードというところで働いています。で冒頭でも申し上げたりあり、あのプログラミング教育を普及全国で普及・啓発するということで、えっと、左側の写真はあの学校の先生が子どもたちにプログラミングを教えられるようにするというあの教員研修の様子ですね。 で真ん中の写真が、えっと、子どもたちが 3D プリンターをとかをあの無料で使える施設っていうのを全国で3つ運営してるんですけれどもその施設の様子ですで右側があの集合写真で、えっと、割と20代から60代までが和気あいあいと働いている、まあ、ベンチャーな環境の会社かなというふうに思いますでこのみんなのコードに入ってでまた私なりにはやっぱり D&I が 自分のテーマかなと思ってるんですが、まあ、みんなのコードが直面している DI の課題っていうのは、まあ、端的に言うと理系分野に女性が少ないよねっていう社会課題になります。で現にみんなのコードにはエンジニアが3名いますけれども、まあ、3名中3名男性っていうことで、まあ、やっぱり自社を見渡しても女性が少ないなというあのところです。でみんなのコードは小中高校でもあの サービスを提供していますので、まあ、こういった子どもの発達段階っていうのもよく社内であの話題に上っています。で、理系に進む女性が少ないというのを課題とした場合には、やっぱり幼少期の頃から社会的ないろいろなあの触れ合いの中で、えー、なんて言うでしょうね、理系は男性のものとか、あるいは私は理系ではないと認識するとか、なんかそういったものが。 自分では考えてなくても無意識にそうなってしまう、まあ、いろんなきっかけっていうのがあふれているよなということを改めてあの認めています。で先ほど「みんなの行動エンジニア全員男性」って申し上げたんですけれども教員研修をしているメンバーも全員男性だったんですね。これ元学校教員ですけれどもつまり男性によって作った教材を男性の元教師によって で届けるっていう。で、かつ情報の先生って男性が多いですので、男性がさらにその子どもたちに教えるっていう構造ができていることに気づきました。で私たちは天然でこういうことをやっているとプログラミング教育にまつわるジェンダーバイアスをみんなの行動が加速させてし加、ね、加速させてしまうんじゃないかなという危機感を持って。えー なんでしょうか。小学生向けの新しい教材作りっていうのが始まりましたで。私はこの時にものすごい感動体験をしました。で、元々はですね、小学生向けにあの暗号、シーザー暗号について勉強するっていうあの教材を作ろうっていうアイデアが出たんですけれども、どうですかね、シーザー暗号って聞いて、私何の暗号だろうって思いましたし、まあ、ちょっとワクワクしないっていうのがあの現状でした。 でこのアイディエーションの段階で、えっとまあ、それまでのみんなのコードだと、男性のエンジニアと男性の講師陣が一緒に集まって教材開発をしていたんですが、そこにあの女性のメンバーも入って、小さい時何して遊んでたみたいな、あのそういったディスカッションをしました。で、その時にえっに、教室であの秘密の手紙を書いて、先生の目を盗んで、手紙教室で回してたよね、みたいな話になりまして。 まあそこからあのもともとシーザー暗号コースっていう名前だった教材が、えっと、秘密の手紙コースっていうあの名前になって今小学生に届けられていますでこの秘密の手紙コースっていうアイディアにたどり着いた時にものすごい感動しましてやっぱこの時に教室の半分いる女の子にも届く教材を私たちは作れたんじゃないかっていう気持ちになれたという感動体験があります でここからやっぱり D&I っていうのは事業活動を通じて社会が良くなるために D&I に取り組む必要があるんだなというのをあの強烈に気づきました。で時同じくして1、まあ、冊の本に出会いまして、まあ、Google 流 D&I、Diversity&Inclusion ということで、えっと、プロダクトインクルージョンの進め方っていう本がありました。 でこれはすごくあのいい本で、えっと、どちらかというとプロダクト開発にどう D&I を反映させていくかっていう本でした。でこの Google が言ってる事例っていうのは、ま、これは私にもすごく発見だったんですけれどもあのジェンダーっていう話題じゃなくて、ま、人種なんですよね。やっぱりアメリカって人種の方が大きい問題で逆にジェンダーについてはあまり、えー、言及されていなかったのでなんか私としては驚いたんですけれども、ま、この、えー みんなのコードが直面している解決したいと思っている社会課題は、まあ、ジェンダーという切り口なので、まあ、ジェンダーをどうやってこのプロダクトインクルージョンに反映させていけるのかっていうのを今は取り組んでいるところになります。で具体的にはあのプロダクト開発においてアイデア出しと UX を作るということとユーザーテストとマーケティングというざっくりとした段階がこの本には書かれていまして、まあ、言いたいことはよりこの上流部分にの、えー ダイバーシティを確保しまししまょううという本でしたでこの上流部分に d、えー、とダイバーシティを確保すればこのなんでしょうね下流の部分も意識されて消費者に届いていくでしょうとで逆に下流の部分から D&I を入れようとすると、まあ、どうしても予定調和になったり、まあ、一部をあのいじって終わりみたいな感じでこの下流から、えー、改善していくっていうのは非常に難しいよねという話でした。 でこれはまさにあのみんなのコードが教材を作る時も、えー、ときも上流のアイディア出しの部分であの女性が入ったから秘密の手紙コースっていうあの教材を作れたわけであってこのもう消費者に届ける段階で D&I に届い、えー、取り組んでいたら、まあ、こういった教材は作ることはできなかったかなというふうに振り返っています。はい みんなの講談も最初からこういうことに取り組めたわけではなくても、えっとも、えっとは男性中心のテッキーなカルチャーでしたし先ほど申し上げた通り 作り手とか届け出の女性比率っていうのはまあ,あの0%だったというところから始めたんですけれども、まあ、関係性の土台を作る共通言語を作るそれから違和感を持てるようになる、まあ、こういった耕しがあってこそ授業を通じて社会を良くする、まあ、プロダクトを作れるようになったのかなというふうに思っております。 これが最後のスライドになりますが、私としては、従来の経営サイクルは、経営計画を作って、事業戦略を作って、体制を作って働く人がいて、価値を届けるというサイクルですけれども、私にとっては、この真相のダイバーシティですね。 この働く人からまた新しい価値、こう2つ目のこうサイクルを作ることができるんじゃないかなというふうに思っておりまして、まあ、だから D&I が会社には必要だし、意思決定層にも D&I がないといけないし、そしてこの D&I をやっぱチームでどう小さく取り組んでいけるのかっていうのが、この社会をよくするあのプロダクトを作るという点ではあの非常に大事なのかなというふうに思っております。はい、ではいで あの以上になります。チームごとについてですね、あの皆さんに何か一つでも持って帰っていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。素晴らしいお話、ありがとうございます。質問、あのー、休憩時間入ってるんですけど、質問、もしございましたら受け付けます。ありますかねなんかせっかくの機会なんで。大丈夫ですか はい、じゃあ、ここまでとさせていただきます。講演ありがとうございました。はい次は2時から、えー、です。10分ほど休憩時間ございます。